台湾の流門原発での改良型沸騰水型軽水路の建設改良型沸騰水型軽水路は沸騰水型原子炉の改良型。沸騰水型原子炉で原子炉圧力容器の外に設置していた原子炉最循環ポンプを圧力容器の中に設置し、ポンプ周りの配管をなくして単純化したほか、制御防駆動源として水圧駆動に 電動駆動を加えて多様化する等の改良を図っている。現在、日立 GE ニュークリアエナジーと東芝が提供している。2009年9月末時点の改良型沸騰水型軽水路の設置状況は、東京電力柏崎刈羽原子力発電所6.7号機、中部電力浜岡原子力発電所5号機、北陸電力滋賀原子力発電所2号機の4機となっている。 上記のほか、2011年までは、福島第一原子力発電所7.8号機の増設計画で採用されていたが、福島第一原子力発電所事故により中止された。風売車、台湾への原発輸出 ISBN978 から48億3315万4017、稼働中原発6基順次廃炉の方針。 毎日新聞2011年5月24日、長官13番8面、工業製委員長、台湾第四原発、建設の凍結は、プロジェクト中止を意味せず。フォーカス、台湾日本語版。http コロンスラッシュスラッシュジャパン c n a c o m テイラー・ワッツ、ニュース、アポル。 2014億428万4アスプックス2014年4月29日閲覧台湾の日の丸原発建設を凍結世論高まり受け来年1月の総統選後には建設中止の可能性も産経ニュース http://www.sankei.com スラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ150701スラッシュ wor1507010059-n1.html2015 年7月6日閲覧。ありがとうございます。